見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。黒丸年金は受け取り方を一度決めたら変更不可、注意しないと損をする。年金の支給開始は65歳からというのは広く知られていることだが、これは支給する側のルールの話である。受け取る側のルールで言うと、必ずしも65歳からしか受け取れないわけではない。現在は60歳から70歳までの間であれば、いつでも好きな時に受給を開始できる。その場合、支給開始年齢よりも早く受け取る、すなわち60歳から64歳までの間に受け取り始めることを、繰り上げ受給と言い、逆に65歳以降70歳になるまでの間に受け取ることを、繰り下げ受給という。最近は65歳以上も働く人が増えつつあること、そして繰り下げすることで年金受け取り額が増えることなどから、繰り下げを選ぶ人が増えてきている。筆者自身も現在69歳だが年金は全く受け取っておらず、繰り下げをしている。もちろん、年金受給の時期はいつが良いかは別に決まりがあるわけではなく、人それぞれのプランで考えれば良い。だが、やはり年金の本質が老後の生活を賄うための保険であることを思えば、可能な限り、繰り下げて後になるほど厚く支給される方が好ましいと考えるのが一般的だろう。ただし、いくつか注意しておくべき点がある。それは以下の点である。1、繰り下げ中は下級年金等を受け取れない一定の条件はあるものの、夫が65歳になった時点で妻が年下の場合、妻が65歳になるまでは、下級年金を受給できる。下級年金とは、配偶者や子供がいる人に支払われる年金版の家族手当のようなもの、と考えてよい。これは夫と妻の立場が逆の場合でも同様である。金額は年間で9万円ほどだが、夫、妻が年金を繰り下げている期間は、この下級年金が支給されない。ただ、下級年金が支給されるのはあくまでも老齢厚生年金に対してなので、厚生年金は繰り下げをせず、基礎年金分だけを繰り下げすることもできる。年の差婚の場合、9万円かける年齢差が大きいようであれば、こういうやり方も検討すれば良いだろう。4% が丸々増えるわけではない。70歳まで繰り下げをすると65歳からの受給額に比べて 4% 増額される。ところがこれによって年収が増えることになるので、税金や社会保険料も同様に増える。したがって、増額分の 4% が丸々自分の懐に入るわけではない。では税金等を抜いた実収入はどれぐらいかというと、これは他の収入にもよるので一概には言えないが、およそ1高割ぐらいは税金等で減少するため、手取りベースでは6-8%ぐらいの増加にとどまるだろう。遺族厚生年金は増えない。妻が長らく専業主婦だった場合は、夫が死んだ後、遺族厚生年金を受けることになる。しかし、その場合は夫が65歳時点での年金額をベースにするため、繰り下げをしていても増えることはない。このように繰り下げの場合に注意しておくべきことはあるが、それでも人生の後半部分に増えた年金を生涯受け取り続けることができる安心感は大きい。最初から、早くもらった方が得だ、と考えるのではなく、自分の状況に合わせて、繰り下げも選択肢として考えた方が良いのではないだろうか。